アナちゃん警戒心強いよ、信用してくれないんですか。アナちゃん、機嫌がいい時は触らせてくれますか。今日はちょっとまだダメです。私よりも男性スタッフの方がいいみたいいつもしてる段もう関わりが長い人がいるんですけど、はいはいはい、の方がすぐにもう座ります。この、もうこの状況でストンと、はい、すぐに座って、うん、さっきみたいにあの横になるんですけど、あ私はまだ立ってる声とかで誰分かるんですね。分かってるんで、うん、私は女の子だって思われてるんで、多分でも目つぶって気持ちよさそうじゃないかって。顔はそうなんですよ。でもいざとなったら逃げるんですか。気持ちいい顔してくれるんで、うん、いいんですけどね、うん、コロンとまではちょっと無理ですまだまだけあの飼育経験が浅いものなんで厳しいね、花ちゃん。あ、ちょっとしゃがんでくれるかな。あ、しゃがんで、あ、しゃがんで、しゃがんでも大丈夫だよ。座る時の姿勢が一番好きなんですけど、ほうほうよいしょ、犬みたいになるんで、なりますね。ちょっと横座りだよ、花ちゃん。ちょっとやっぱ体重たい、重たい、支えるのになんか350キロとかあのケニア語で言ってましたけど、そうですね、でもメスだともうちょっと軽いですか。150から300くらいですね。オスの方がちょっと重たいんで、でも大きいね。そうですね、妊娠期間も なんか1年以上じゃなかったでしたっけ。 1年ぐらいでしたっ けど300日ぐらい、300日、ちょっと計算するんですけど、長いキリンがもっと長いんで450日結構ゾウもなら短いですけど、意外とみんな長い。ライオンとかだったら100日とかな。早い。早い。そう考えたら、やっぱり草食動物は結構長めで、すぐ立ち上がったりするからですかね。そうですね。やっぱりあの、すぐに産んでも逃げないと、逃げれるようにっていうんでね、結構もうお母さんのお腹の中にいることが多いですね。そのままで生まれてくるんで。シマウマだったらもうシマウマだったらそのままのまんまですですよね、立ってますしね、すぐね、うん、バレますけどね。なんか同じ模様も可愛いですけど、違う模様の方が可愛いな、可愛いですね。なんかイノシシじゃないですかって。ウリだしね。ウリボーみたいにイノシシの子供ですかね。実はこれ模様が薄れるんですって言うと、ってお客さんも言われるんですけど。ブラジルバクの赤ちゃんも同じようなウリボーでしたよね。意外ですね。不思議ですよね。親全然色違うのに。そうなるのかなってすごい不思議と気を思いながら、そういうところはちょっと一緒、やっぱりバク化にするんで、そうなのかなと。子供はやっぱり、一緒なんですね、お母さんと同じ色だったら目立っちゃうから余計に目立っちゃうんですかね、お母さん。あーちゃん、結構首をするとね、あ、よさ、気持ちよさそう、手顔をするんです。もしかして自分では描きづらいのかな。自分ではね、あんまり描いたりしないですね。ちょっとは後ろ足では、あ、木で、網で、あのフェンスでガリガリって描いたりすることはありますけども、これできる部分が限られてるんで、ここは無理とか、なかなかこういうとこもよくしてあげるんですけど、気持ちよさそう。これが本当に気持ちいいのかなと思いながら、まあ嫌がってないから、いいかなと思いながら、ドキドキと。思いながら、でも多分したら嫌がる。やっぱ怖いですね。私もできない。嫌ですか。犬みたいにはね、あの綿棒とかでしたいですけど。水が冷たかったらすごい体が冷える。冷えてて大丈夫なんですかね。もちゃん寒くないの。部屋は
はまた暖房つけてるんで、なんとか今この時期をしのいでいますけど、これから冬を乗り越えて。怖いですね、やっぱり冬場は、うん、動物でもそうですけど。突然ですからね。観光じゃなかったので、はい、爆裂だけだったんですけど。